試合でちょうどアウェーの移動だったので飛行機の中でメンバー発表されてて、あの空港に着いてからチームのスタッフの方に教えてもらいました。まあ正直怪我もあって試合にも出てない時が長かったので、まあ、厳しいかなっていうのはありました。まあ、びっくりした気持ちと、まあ、嬉しい気持ちがありました。まあ、本当ただただすごいなってテレビの前で思ってたぐらいでした。まあ、その時は全然本当もう夢のようなところだったので、まあ、自分がっていうよりも本当すごいなって思うだけでした。自分との差は本当に なでしこらしさっていうか、最後まで粘り強く戦うところとか諦めないところとか、本当体張ってみんなで守るとかっていうところが、まあ、自分には足りないなって思いました。やっぱ高さとあとフィードだと思います。まあ、家族や、まあ、地元の方とか、まあ、群馬新潟って本当にいろんな方々にお世話になって本当感謝の気持ちを伝えれるように、まあ、本当精一杯やって自分の力を出し切りたいと思います。まあ、近いようで遠いようなまあ遠いようで近いようなまあ高さでは負けたくないなっていう気持ちはあります。やっぱ数少ない中でも代表の試合を経験させていただいて、まあ、通用することもあったんで、そこはどんどん、まあ、まだまだ足りない部分もあるんですけど、まあ、絶対負けたくないなって思います。まあ、2011年の時は、まあ、日本でも通用しないっていうか、まあ、本当なでしこっていうのは考えてなかった。それ以前に自分自身なんかまだまだだなって思ってたところがあって、で今では、まあ、なでしこに呼んでもらって一員として、まあ、ただ経験するだけでなく、まあ、一緒になって戦いたいっていう気持ちと、まあ、自分自身何かチームに貢献できたらなって思います。兄がやってたからです。何歳ぐらいか。私が小学校1年の時です。でも小学生の時にはサッカー選手になりたいなって思ってました。まあ、ワールドカップ優勝。やっぱり試合に出てチームの勝利に貢献したいと思います。まあ、個人的には1試合でも多く試合に出て、チームの勝利に貢献したいということと、チームとして連覇がかかっているので何としてでも優勝したいと思います。